来年秋の自民党総裁選に再選果たして長期政権目指すと、解散して勝って俺はもっと長く政権やるぞ、こんな欲を見せ始めた国民に不人気の増税は邪魔、増税を封印しだしたんですね。こうなると財務省にとってはもう役立たず、いっそのこと内閣支持率が下がって自民党総裁選再選を諦めて、最後のレガシーとして消費税増税含めた増税やってほしいな。財務省はこんなことを思い始めたんです。頼みの麻生さんも82歳、ちょっと自民党内の影響力も落ちつつあるんですね。しかもその麻生さんがポスト岸田に推してるのが茂木幹事長。茂木さんは外務大臣、経済産業大臣やったけども、財務省とは縁が薄い。増税やってくれるかな。財務省はこの茂木政権誕生は嫌なんです。となると財務省としては茂木幹事長に対抗するポスト岸田を作りたい。そこで白羽の矢を立てたのが小渕優子さんです。